から渡って山田が開いている。中には小野沢、そして沢上が入っていった。船木に渡す。船木のクロスシュートだー、決めた。最後は沢上、セレッソ大阪ユーニューさんが先制しました。見事なクロスからの沢上のゴールでした。U23 が先制しました。沢上は今シーズン2得点目。この船木からのボール、うまくマークを外しての沢上のヘディングシュートでした。